が宮古八重山地域以外へ移動できるような取り決めを運送会社、国、県などと交わし、市民を犠牲にさせないための担保を取るべきである。沖大東島で訓練した離島奪還作戦が、実際有人島で行われるとき、石垣島、宮古島等は第二の沖縄戦のように住民混在型の紛争になる可能性が高い。自衛隊が最近導入した強襲用陸艦は、砂浜を上がるもので尖閣諸島には使えないものであり、八重山宮古作戦を想定している。自衛隊の海兵隊化をここ数年来アメリカが求めている。中国との戦争による、アメリカ人の犠牲を逃れないため、石破茂氏も沖縄県民を海兵隊化すれば米軍問題は解決されると発言している。中国は戦闘機330機、駆逐艦16隻、通常動力潜水艦55隻を尖閣に動かすことができ、自衛隊にはとてもこれに対抗できる力はない。すでに軍事費は日本の1に対し中国は3倍近い。装備面では日中の格差は8倍から10倍に拡大していく。また2005年10月に締結された日米同盟未来のための変革と再編では、島しょ部への侵攻への対応は自衛隊の役割としており、アメリカ軍は巧妙に島しょ防衛の義務から逃れているという、こういう資料があります。で、この資料とはまた別途のところ